はい、こんにちは、中地です。今日はね、のんびり、ラジオ動画でも上げようかなと思ってるんですけど後ろにつける映像がね、ないなと思って、どうしようと思ってたんですけど、ちょうどいいのあったんで水槽の動画にしますゲームチャンネルだよね、これ。多分そうだと思うんだよね。ゲームチャンネルだった気がするんだけど、最近ね、水槽をちょっと始めたので動画にしちゃおうかなと。まあね、よかったらね、もうちょっとがっつりハマりそうだったらね、もうアクアリウムのチャンネル立ち上げたいぐらいね、ハマってるって言い方はおかしいんだけど、面白いなーって思ってて、で僕自身ね、結構アクアリウムの動画見るのはすごい好きで、よく見てたんですよね。で、あ、水槽やりてえなーって思ってたんですけど、まあ近しい友人が水槽やり始めて、あ、ずるいっつって始めちゃいました。ここ霧吹きをしてね、この後水草を植えて、でいろいろね、今もう完全に立ち上がってやってるんですけど、難しいね。やっぱ生き物を飼うってさ、ゲームチャンネルでさ、ゲームじゃないからさ、これ、ゲームじゃないし、生き物を飼うから遊びでもないじゃん。趣味って言い方はしていいんだろうけどさ、でこのピンセットねえから、割り箸を尖らせて、カッターで尖らせたやつで植えるっていうね、ガサツっぷり出てますけど、楽しい。部屋の中に生き物がいるっていいよね。この水草をやりたくてね、始めたところもあるんだけど、このキューバパールグラスっていう名前の草なんだけど、これ難易度高いらしいんだよね。失敗したよ。もっと簡単なのにすればよかった。そんな感じで今はこのような感じで立ち上がっておりますよ。もう一種類ね、魚は増えてるんですけど、このレッドビーシュリンプっていうさ、真ん中をのそのそ歩いてる赤白のバンドの色をしているさ、このエビをね、飼いたくて、4年前に1回やったんだけど、ちょっとうまくいかなくてやめちゃって、それからずっとやってなかったんだけど、またやりたいなと思ってエビちゃん入れてね。今はね、水槽の中ね、魚がいっぱいいすぎてね、過密になっちゃってて、本当はエビちゃんに良くない、エビちゃんって言い方するとなんか人間の方になりそうだけど、エビにはあんまり良くないらしいんで、ちょっとね、もう一本水槽買って、魚の専用のとね、エビ専用のとで分けてーなーって思ってるんだけど、まあなんせちょっとお金かかるから、そんなに高い趣味じゃない。まあ高いね、高い。でもどれも高いじゃん。ゲームだったらさ、1本6000円ぐらいでしょ。でまあ20時間30時間遊べるけど、もっと長く遊べるゲームもあるだろうけど、なんかゲーム好きな人だったらさ、もう同時進行でまた別の買っちゃったりするじゃない。そうすると一月にまあ1万円超えてきたりとかさ、平気ですると思うんだよね。年末とかね、すごい重なってくるとさ。だから水槽が3000円ぐらい、今回買った水槽が3000円ぐらい、ちょっと高くついちゃったのが照明。水草育てるのに本当は CO2 も添加しなきゃいけないらしいんですよ、その光合成のためにね。ただ僕ケチってそれ買わなくて、1万円近くちょっと出費がプラスされちゃうなと思って、とりあえず光だけでどうにかなんねえかなと思って、まあ結論から言うと、この下にモサモサって植わってるのはね、 CO2 ないと厳しそうな気はするんですけど、ライトが7000円ぐらいなんだよね。2頭買っちゃって、で水槽と何ライトで1万円ぐらいで、砂は8リットル1500円とかそんなもんで買えるんで、そんなに決して高くはないんですけど、エビがね今20匹入って4000円ぐらいかな。1万4000円でしょ、これで。でコリドラスピグミっていうさ、この今この映像からはなかなかね見つけづらいんだけど、左の方とかにさ、ちょろっと1匹孤立しているじゃない。あいつとかがまあ10匹で2000円いかないぐらい、
このもさもさの草もね1200円とかするからね、まあお金はかかっちゃうんだけど楽しいよね。自分でこうやって立ち上げて生き物をその中で泳がすってさ、楽しいよね。ゲームチャンネルだからねこれゲームの話しなさいよって話なんだけどさ、そうなんか楽しくなっちゃって、うん、後ろの方で泳いでるね、かわいいね。一人今水面の方にバーン、水面の方にバーンって、あいつはね水面にバーン行ってです水底にスーって帰ってくるから怖いんだよね。飛び出すなよ、うん、そうだねで、なんだろう、まあ話したいことがあってこれ始めてるわけじゃないんで、まあ水槽の話だけで終わってもいいんですけど、それだとちょっとあれなんで、最近ハマってるゲームの話ちょっと動画でも上げたんですけど、ホライゾンニューゼロドーンか、ホライゾンゼロドーンというゲーム、ゲリラゲームズから出てる、もう旬じゃないんだけどずいぶん前に出たゲームなんですけど、これがね面白くて面白くて、うん、今ちょうど25時間ぐらい遊んだのかな、うん、ちょうどって言い方が合ってるのかわかんないけど、いや面白い。じゃあホライゾンの動画流しながら喋れよって話なんだけどね、うん、いや本当に面白くて、なんだろうな、ブレスオブザワイルド、ゼルダの伝説ブレスオブザワイルドがさ出たじゃない、ちょっと待ってねごめんなさい、あのね出たじゃない、でそれをやった時に、あ、オープンワールドってこういう風であってほしいというか、こういう風なのすごい楽しいなっていうのは、どの方向から攻めてもストーリー、なんつうんだろうな、ストーリーの道しるべ、しるべはあるな、道順がないというか、例えば僕がクリアした流れ方とその攻略の仕方と別な友達がやったやり方って全然違くて、一緒にさあやってみようっつって遊んでる人たちがクリアの順序というか、そのエンディングまでに向かっていくまでの物語が人によって違うんだよね。で、なんていうのかな、例えば8つの神殿を回ってからボスに行けとか、そうなるといくら広いフィールドの中だとしても8つの何神殿にさ各々向かっていかなきゃいけないじゃない。で例えば1個前の神殿で手に入れたアイテムを次の神殿で駆使するとかね、そうなってしまうともうさいよいよ順序は確定じゃない。そうするとオープンワールドなんだけど行く順序は決まっちゃうから、結局そこに一本の線が引かれてっちゃう。ただゼルダの伝説ブレスオブザワイルドは全然そうじゃなくて、なんならボス戦に直行できるぐらいの、まあ難易度は変わってくるだろうけど、ボス戦に直行できるし、ここに行ってみればみたいなその試練的なものっていうのもやってもやんなくてもいい、でどの順番で回ってもいいし、一個しか回んなくてもいいみたいな、ゼルダの話になっちゃったね。すごいよねそのゼルダの伝説のさ物語の、物語というかオープンワールドである意味ってこういうことなのかなみたいなぐらいの気持ちでね、すごい感動したんだよね。でまあその話しちゃうと、この同じベクトルで見るとゼロドーンは別に一本道っちゃう一本道なのよ。その一本道じゃないけど、オープンワールドの中でシナリオを塗ろうとすると一本の線で引かれるっていうのは同じなんだけど、なんかねゼルダの伝説ブレスオブザワイルドと同じような感動がねあったんだよね。まず一つにね、空気感がやっぱすごいんだよねあのゲーム、うん、魚の映像見せながら何言ってんだって話なんだけど、空気感がものすごくて、でそこのエリアの温度とか下手すると匂いとかそういうの、風とかねをめちゃめちゃ感じるんですよ。で下に生えてる草木とかが、すごい揺れたり、本当にさ、何？しょうもないさ、しょうもないって言い方したらいけないんだけど、地面のさ、自分の足首にも
満たないぐらいの草がさ、地面に生えててさ、それってあんまり目に留まらないはずなんだけど、このゲームって光源、その光で葉っぱが揺らいでるのが、こう光がどう当たってるかでキラキラ光って見えたりとか、風が吹いててどっちから吹いてるんだとかさ、そういうのがもうバッチシ見えるわけよ。うん、そんなところまで目をこう持ってかれるゲームってすごいなって。だからビジュアルだよね。ストーリーもめちゃめちゃ面白いんだけど、ビジュアルがね、何その映像のグラフィックのところがやっぱりゲリラゲームズすげえなみたいな。6年の構想を得て、開発を得て作ったらしいんですけど、すごいですよあれは。うん、もしやってない方でオープンワールド好きならね、絶対やった方がいいんじゃないかなって。あんまりね、こう神ゲー神ゲー言うのもね、いろんなゲーム僕面白いって言っちゃうんで安売りっぽくなっちゃうんですけど、うん、ホライゾンゼロドーンはねすごいおすすめですね。めちゃめちゃ面白い。でキャラクターを動かしてるのも気持ちいいし、そのエリアごとの雰囲気っていうのもすごい素晴らしい。まあね、なんだろうな、まあ、ちょっと言うとマップのその雰囲気っていうのが、ロケーションなんだろうな、砂漠、サバンナ、森林、雪山とかね、そういうカテゴリーがあったとしたら、そんなにめちゃめちゃ多いわけじゃない。うん、なんだろうな、海の地帯があって砂浜があって山があって山奥があって何草原があって岩山があってって、こういっぱい出てくるわけじゃないんだけど、ある程度大きな括りでこんな雰囲気のとこ、こんな雰囲気のとこっていうのは決して多くないんだけど、いろんなところを巡ってる時に、そのなんだろうな、そのエリアの雰囲気っていうのをすごい感じれて、キャラクターをね走らせたくないというか、歩かせてじっくり見たいみたいな、そんな気持ちになるんですよね。観光ゲーに近いぐらいの、うん、スケール感っていうのかな、すごいですよ。うん、で乗り物っていうのもないに等しいんですよ。なんだろうな、乗れるんですけど、乗って移動しても、例えばグランドセフトオートのダッシュ、人間のダッシュと車の速度って全然違うじゃないですか。人間が1だったら車が10ぐらいの速度になるんだけど、このゲームは主人公の速度が1だとして、マウントに乗ったところで 2.5 とかね、気持ち早いなーぐらいの感じになるから、やっぱ世界が広いんだよね。広く感じれるごめんなさいね、広く感じるんだよね。やっぱ僕が結構オープンワールドの中で重視してるのは乗り物の速さで、乗り物に乗って移動できるっていうのは、こう移動手段として快適になるとかさ、いい面はいっぱいあるんだけど、あまりにも速すぎると世界が狭く感じるんだよね。車使えばこの島一周10分ですみたいなさ、そうなってしまうとちょっと狭く感じるよね。で歩くのがしんどくなるじゃん、車の方が速いから。ってなると車での移動がバン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 増えてさ、で結局のところなんだろう、世界そのものの広さを狭くしちゃう、うん、そんな気がするんですよ。だから乗り物のね速度っていうのもこのゲームすごいちょうどいいなっていう気がして、うん、なんだろうな、その辺のオープンワールド、広いですよって言ってるオープンワールドに比べたらそんなに広くないのかもしれないんですけど、いや広いけどね、広いけどそんなにでかいっていう感じではないんだけど、どこのロケーションも素敵だし、そこにたどり着くまでの速度っていうのもすごいちょうどよくて、うん、濃密なオープンワールドゲームができる。あとつまんないサブクエがそんなない。うん、オープンワールドのさ、サブクエって結局はお使い、まあどのゲームもサブクエってお使いだけどね、お使いじゃないサブクエなんて見たことないんだけど、うん、そうだね、うん、サブクエも面白い。でなんか
ちゃんとその世界観に合ったサブクエを指してくれる。うん、それが面白いかな。うん、もうちょっと遊んでまたホライゾンの感想はね、クリアしてからも感想は言いたいかなと思うんですけど、遊んでる最中なんですけど、全然ね今飽きる感じもなく、まあ飽きるっていう部分に関しては正直ちょっとお話ししたいこともあるんですけど、まだクリアしてないので言えないというか、今飽きたって言ったとして、その終盤とかでそれが覆されるかもしれないから、うん、まだ言えないんだけど、いろいろいいとこ悪いとこクリアしたらまた話したいかなと思っておりますみたいな、うん、そんな話でした。最近動画がなかなか上げられてなくてね、うん、申し訳ないなと思って、ちょっとこういうおしゃべりするのも上げとこうかなって思って喋ってみました。どうですかね。毎回この水槽の映像にはならないはずなんでご了承ください。今回は水槽始めたよって言いたくて、ねこんなバックの絵が魚っていうね、うん、それでは今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ちょっと長いかな、15分ぐらい、16分ぐらい、ちょっと長くなっちゃいましたが、ありがとうございました。